18切符&キュンパスの旅、1日目前編は青森から弘前まで八甲田丸でたどる青森の歴史をお送りします。前日からはここ青森町中温泉ホテルさんにて宿泊しました。朝食がついていますので早速朝食会場の方へ向かいます。こちらが朝食券になります。1階の会場で食べます。バイキング形式ですので好きなものを取りました。青森ですのでリンゴも置いてありました。飲み物にはさすがですね、青森のリンゴジュースもあります。チェックアウトを済ませてきました。これからは八甲田丸の方へ向かいます。こちら見えますでしょうか。右奥にあるのが青函連絡船のメモリアルシップ八甲田丸ですね。黄色と白の2色で、まあ、ちょうどその向かう今から通る通路も黄色と白の同じようなデザインになっています。こちらからは入れないのか、営業しているということで。こちら津軽海峡文化コーナーには昭和30年代の青森市内の様子が再現されています。八百屋の露天商やあとはそのキオスクの売り子などが、展示としてあります。こちらは昭和の当時の青森駅に関する、展示があります。奥羽本線や東北本線などの、運賃表が展示されています。こちらは東北と北海道の鉄道の発達ということで、実は青森よりも札幌の方が、早く敷設されているんですよね。こちらは連絡船を岸につけるための桟橋条約という人の展示があります。こちらは青森を通った列車地ということで、北斗や初狩りなど懐かしの列車の名前があります。こちら四季の津軽海峡が紹介されています。春夏秋冬いずれも海が穏やかではないことを示しています。こちらブリッジ操縦室にやってきました。レーダーなので他の船が見られるようなそういう設備があります。こちら看板の1階には今前に見えます青い列車ですね。こちら郵便車の水運50という列車です。懐かしの列車になります。またこちら自動連結機の風車止めっていうのもありました。こちら青函連絡船はやはり大型の船ですので、一定のこう安定した運航のためには電気が必要になります。そのための始発電気ということで700キロボルトアンペアのものがあります。40分ほどで八甲田丸の船内の観光が終わりました。まだ列車まで時間がありますので、次はこちらのねぶたの家わらっせを訪れます。こちら青森ねぶたのルーツっていうのは、西暦800年代に征夷大将軍の坂上の田村麻呂が地理的にちょっと分かりづらい場所でしたので、勝負が長引くということで数万の松明に火をつけて大きな灯籠を作って太鼓や船鐘などを鳴らして恵比寿たちをおびき寄せた、それがきっかけとなっています。館内には歴代のねぶた祭りで使われたねぶたの展示があります。とても見応えがあります。お
昼はこちら青森駅近くの幼いというお食事どころでいただきます。こちら青森名物のホタテラーメンを注文しました。芸能人の方も多く訪れる人気店です。ホタテラーメン美味しかったです。ちょっと時間がありますので、こちらロビアという商業施設で時間を潰します。こちらの弘前行きの普通列車に乗車しまして、終点の弘前まで向かいたいと思います。青森駅を帝国通り12時14分に出発しました。ここが見えるのは特急津軽の車両になります。向こう側に見えるのは五能線の普通列車になります。車両基地もありまして、今から乗車していきますリゾート白金も普段はこの弘前駅に滞在している、駐在している人が多いです。リゾート白金までまだ少し時間がありますので、弘前市内を観光していきます。この川を渡るともうすぐ弘前公園が見えてくるはずです。弘前公園近くのバス停で下車しました。近くには景観にあったようなスターバックスもあります。まず、弘前に到着してから一つ目の観光はこの藤田記念庭園を訪れたいと思います。登録有形文化財にも指定されている、文化庁が指定しているそういう建物になっています。こちら冬は実は無料開放されていまして、またその洋館と雪の取り合わせが非常に見応えがあっていい場所になっています。次は弘前公園にやってきました。まずは弘前市立の博物館で弘前市の歴史を学びたいと思います。こちら藩政の揺らぎでは危機などによる財政難や恵比寿警備の功による10万石の昇格などが展示されています。こちらのリンゴ産業の成立と地域の発展では青森県のリンゴの開祖と呼ばれています旧弘前藩士の菊池立栄さんの展示があります。弘前城天守のそばまでやってきました。冬は残念ながら天守の中に入ることはできません。弘前公園を観光した後は再びバスに乗車しまして弘前の駅の方へ戻ります。弘前駅に到着しました。リゾート白金まで15分ほど時間がありますので、ちょっとアップルパイを駅の最寄りのお店で買いたいと思います。こちら弘前駅に併設されていますブリックというアップルパイのお店でアップルパイを買ってきました。今から乗車するのは弘前から秋田までリゾート白神ですね、4号の方に乗車していきます。青森から予約したんですけれども、ちょっと弘前を観光したかったので、はい、弘前から乗車します。間もなく3番線に列車が入ります。でまた今日は本日は青春18切符利用しているんですけど、リゾート白神は快速列車ですので、こちらも乗車できるんですね。でこれから乗っていくのはブナ編成という緑色の編成でして、 HBE300 系という形式なんですけれども、ディーゼルハイブリッドが動力になってまして、こちらデビューしたのは2003年なんですけれども、新型車両が2016年にデビューしました。いよいよリゾート白神ブナ編成が弘前駅の方に入線してきました。こちらの弘前で折り返しまして、先ほど来ましたカーベ駅を通りまして五能線の区間に入ってきます。
リゾート白神ブナ編成の撮影を終えまして、これから予約しました普通車指定席の1号車の席に向かいます。前編はここまでです。ご視聴ありがとうございました。